日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、茶屋町地区茶屋町地区は、岡山県倉敷市の行政上の地域区分である、同志茶屋町支所の管轄エリアで、同志の東部に位置する。かつての宮古境郡及び、筑母郡茶屋町にあたり、茶屋町と茶屋町早起きの二大技からなる。本校では、旧筑母郡茶屋町及び旧小工島村についても、述べる。倉敷市の中東端にある、 平野地帯に位置する、倉敷市のうち、1972年に、倉敷市に編入合併された筑母郡茶屋町だった地区である。現在、当地は、倉敷市役所茶屋町支所が管轄し、茶屋町及び茶屋町早起沖が含まれる。省などともに、同市内の倉敷、水島、玉島、小島の四大エリアとは別の個別のエリアとして扱われる。場合によっては、 管轄規模が小さいため省とともに暮らしきエリアに含まれることもある。筑前域が江戸時代中期の1706年頃から行われた日田開発で小島湾を干拓して作られたため丘陵地の全くない平坦な土地で占められ、現在も市街地周辺は整然とした田園地帯が広がり今作中心の農業が盛んである。1988年に 瀬戸大橋線が開通してからは、茶屋町駅を毎時2本の快速電車が発着するようになり、岡山駅まで20分弱で結ばれていること等から、岡山都市圏のベッドタウンに変貌している。そのため、ここ10年の人口増加率は10%を超え、駅を中心に市街地が東へと拡大市街の景色も急速に変化している。ただし工業の煙突江戸時代、 両主であった戸川氏によって早起きは、イグサ栽培、帯置きは、綿花栽培が奨励され、それぞれ、畳表と小倉式、旅製造が、地場産業として培われてきた。特に、明治時代中期には、イグサが、原料の、花むしろが日本を代表する、輸出品に数えられるなど流星を極めたことがある。現在、綿花の栽培は行われておらず、イグサも一部に残るのみであるが、 これらの産業により起業した会社がいくつも残っている。茶屋町では毎年、秋祭りに鬼の面をかぶった市民が派手な衣装に杖や棍棒を持ち多数登場し町を歩き回り祭りを盛り上げる。通称、茶屋町の鬼と呼ばれ、稲荷神社と住吉神社の周期霊大祭に200年以上前から登場したものと言われている。昭和30年代、40年代に一時。 衰退するが、昭和50年に保存会が結成され復活した。現在、駅前広場で行われる、茶屋町の鬼祭りでは100匹以上が参加。老人介護施設の慰門に、倉敷天領夏祭りや、水島港祭りにも登場している。干拓300年の記念日茶屋町の歴史は、干拓の歴史である。400年ほど前まで、当地周辺一帯は、完全に海域で、 木々の穴会と呼ばれていた。近世に徐々に干拓されていき陸地化した。その後、国草地帯として米、麦のほかイグサや綿花の栽培が盛んに行われた。また、コンピラ往来周辺は、その中継地として、また潮入り川の河口として栄え、岡山藩天城領主の天城池田氏が、岡山城下町との行き来の時の休憩所として、 利用する茶屋を中心とする商家が街並みを作った。これが地名の由来となっている。幕末になると、イグサ、メンカの栽培からの派生産業として、花むしろや畳表などのイグサ加工品製造や繊維業が盛んとなる。後には、花むしろ食器を発明し、輸出花むしろの道を開拓した磯崎眠り亀を排出した。明治43年、国鉄の線が開通すると、 茶屋町駅が開業し、さらに大正3年には、下津池江弁鉄道が開通し、同茶屋町駅も開業した。加えて昭和7年には、倉敷駅と茶屋町駅を結ぶ国鉄バス路線の運行が開始され、東西南北の重要都市を結ぶ交通の要衝として発展した。大正中期に、ゴム工業、昭和初期には農業機械製造も発達し、 商工業都市的性格を備えるとともに、農村部では農家の副業として、以前より引き続き花むしろ、畳表などのいグ加工が発達した。現在は岡山県南中部の用地の一つとして発展している。農業ほか各種産業集積し、幹線道路、鉄道などの交通網が整備されており、現代になると近郊のベッドタウンとして人口増加も著しくなった。 磯崎眠り亀の住居圏研究所は眠り亀館として保存されている。まず中世後期の1584年の浮田秀家、家臣の丘と四勝の式により、現在の倉敷市外北部一帯が干拓されて陸地化。そして江戸時代になると南方へと干拓が推し進められていった。茶屋町付近での干拓では、天那三年に宮崎割神殿が完成。 元禄三年には天日田、そして宝永元年に林間沖日田及びその南側の帯江沖神殿が干拓を開始し、同四年に両神殿が完成した。そして江戸時代後半の文政七年に帯江沖神殿の南側が開墾されて鶴崎神殿が完成した。鶴崎神殿は備前国小島軍に属したが、残りはいずれも備中国東軍に属した。これらのうち、 天神殿の東部、帯江沖に行った、鶴崎神殿が、現在の大技の茶屋町、宮崎割神田、林間沖神殿が茶屋町早沖に該当する。もともと茶屋町一帯の観宅は、林間地業所三代,代目領主の戸川康さだと、帯江地業所二代目領主の戸川康弘の共同事業であった。宝永四年、一連の観客が完成すると、境川と呼ばれる川より北側を、 林やしまおきった村、南側をおえおきに入った村とし、前者を林やし後者をおえりとした。明治になり、明治三年十一月に、林やしまおきった村、おえおきに入った村はそれぞれ林やにまった村、おえにった村に改唱。また宮崎村、枝村であった、宮崎割にった村は、宮崎村に併合された。同8年に、 宮崎村のうちの旧宮崎割神殿分が、早島神殿に併合される。同22年には、早島神殿、帯江神殿両村が合併し、名称は両村名から一文字ずつ合わせたものである。そして、明治29年に調整を施行し、その際に茶屋町に改称する。その後、昭和22年1月に、京余け村より、旧鶴崎村行きを茶屋町へ移管。 昭和26年3月に、豊洲村の高須賀のうちの宮典に行った分が、豊洲村の倉敷市編入の絡みで、当地へ一貫した。これにより現在の茶屋町の区域が確定した。昭和47年5月1日に、倉敷市に編入合併し、同茶屋町支所の管轄下となる。なお、合併後は、当地の読み方は、茶屋町に変更された。町の発祥は倉敷を結ぶで、 かつてはがあった。起源は、江戸時代の放映年間に、怯江、林間の、両、沖神殿の干拓に遡る。両神殿干拓のため、その前に干拓されていた天日田村に流れる、塩入川の東岸部に、干拓工事のための基地となる河口が作られた。そして周囲に港を中心とする、港町の町並みが生まれた。小島湾に抜ける塩入川の水運の要衝で、 船だまりなどが造成され、周りには、妊婦相手の茶屋、船宿や豚屋賀の木を並べたことによって、町が形成されていった。その後、両、沖神殿の造成が完了すると、岡山、林間、天城下杉と結ぶコンピラ往来が、天神殿の加工町を通過。その中継の要所として茶屋などの商店が多く、立ち並ぶようになった。完成の頃には、川沿いの道が、 コンピラ参りの街道になり、参拝客相手の店が増えた。この街並みは、いつしか通称茶屋町と呼ばれるようになった。そう呼ばれるようになった理由は、諸説あり、有利季節として、一つは、岡山繁華楼の天城池田氏が、所領の天城から、岡山城下町への往来寺の休憩所として利用する、茶屋が、その町並みの中にあったこと。二つ目は、町並みに、 コンピラ参りのために街道を通る参拝客向けの休み茶屋が多く立地していたこと。三つ目は街並みの中に著名な有力茶屋があったことなどがある。その後、前述の変遷を経て江島村が調整志向するときに中心市街地の通称、つまり前述の茶屋町にちなみ茶屋町を町名とした。岡山県及び近県では自治体としての町を町と呼ぶことが 圧倒的に多い慣習に習い、茶屋町と読ませた。その後、倉敷市に合併時に、市街の古くからの通称である、茶屋町に読み方を変えた。なお、明治43年開業の茶屋町駅は、設置当初から、駅付近の古くからの市街の通称から、茶屋町としている、茶屋町地域の中心市街地を要し、地域の南部、西部を占める。倉敷編入以前の調整時代は、 帯びえ神殿と名乗った。それ以前は、帯びえ神殿、天神殿、鶴崎神殿に分かれる。大部分は、帯び沖に行ったで、東北部の南北に長い区域が、天に行った、南端の逆三角形のような形をした区域が、鶴崎神殿であり、残る区域が、帯び沖神殿である。天神殿は、帯び沖に行ったと、高須賀神殿の間にあたり、前述のように南北に長い。 前方神殿の干拓造成により、潮入川が改作された。これにより、日潟の排水が良くなり高須が寄りに、巣ができ、元禄3年に、これを、橋間村、西山武氏衛門が、帯江領主に願い出て、備前国脇群とおつぼ村の聖絵門が開発を、受け負い、神殿約30町が造成された。開墾後、長細い当地は東西に分割され、さらに細長くなった。 西部は、林町業所領となり、高須が村の枝村として、高菅天神殿となる。一方、東部は、怯地業所領となり、天神殿を名乗った。その後に、怯領天神殿の南部、潮入川東岸一帯に、町並みが生まれるが、これは、方栄元年から開始された、怯を気に入った、林間沖神殿の干拓工事の基地として、 潮入川の河口野が作られ、港を中心としてその周辺にできた港町である。宝永元年から、天神殿の東側、林島の南側にあたる海域が干拓され、同四年に完成。沖に行ったと呼ばれ、境川用水を境に南北に分割され、北側は、林島領として、林島沖に行った村、南側は、帯江え領となり、帯江え沖に行った村となった。え側の開発主は、 橋し村の西山武史絵門、二日、市村の平松万絵門、加ぞ三村の尾崎田植門、亀山村の亀山黒絵門であった。しかし、養水不足のため、日田完成後、約十年間は、全くの無収穫であった。教法十四年検知、同十六年より、年貢上のを、遠京二年より免上あり、うぬ数九十一兆余りであった。日形に面していたため、 その所属及び使用や排水について、しばしば周辺多村のと総論が発生している。コンピラ大権原と、コンピラ往来両起神殿が完成すると、岡山から林間を経て、当地を通り、天城を経て、下津家へと通じるコンピラ往来が開通。天神殿の川港町は、山陽路と四国を結ぶ、海陸交通の中継の用地となった。その中に、 天木池田市が岡山と天木間の往来寺の休憩所として利用する茶屋があったことから、一帯の町並みを通称茶屋町と呼ぶようになったという。現桜橋の北側に、コンピラ大権現があるが、これがその茶屋町と呼ばれた町並みの守護神として、祀られたものである。文政七年、当地の南沖にあたる海域が観拓され、鶴崎神殿が開墾される。前年より、 当地の東沖合の干拓が開始されており、後52年をかけて広大な教助神殿が造成されることとなる。鶴崎新田村は、そのうちの美全国小島郡西阿勢村の枝村となる。現在の茶屋町長域の中で唯一の都境郡、筑後郡域外となり、また美全国域となる。明治3年11月、帯江沖新田村は帯江新田村に改称。 同二十二年には、帯びえ神殿、おびえ神殿両村の合併による、江島村を経て、明治二十九年に調整を施行により茶屋町に、改称。また天神殿は、高菅村編入を経て、豊洲村となる。鶴崎新田村は、小島郡西阿勢村編入を経て、京余家村となる。昭和二十二年一月に、京余家村より、旧鶴崎村行きを、同二十六年三月に、 豊洲村の高須賀のうちの9天に行った分を、それぞれ茶屋町へ移管、道庁を帯え神殿の一部とした。昭和47年5月1日の倉敷市への編入合併を機に、帯江神殿から茶屋町へ改称した、茶屋町地域の北西藩を占める、倉敷編入以前の調整時代は、早島神殿と名乗った。それ以前は、早島神殿と宮崎割神殿に分かれる。大部分は、 早島沖にっただった。北西の南北に細長い区域が宮崎割神殿で、残りが早島沖神殿である。宮崎割神殿は宮崎村の枝村として宝永4年に開墾された。早島沖神殿は林、早島宮崎割神殿の南沖を干託しできた、沖神殿の北側にあたり、早島事業所が領有した。早島側の開発主は、 林間村昭也の女彩門であった。明治3年11月に、林間しま沖新田村は、林間し田村、また宮崎村枝村であった。宮崎割新田村は、宮崎村に併合された。同8年に、宮崎村のうちの旧宮崎割新田分が、林間神殿新田に併合される。同22年の林間神殿、新田、おび新田村による、えじ村新設を経て、明治29年に、 調整で茶屋町となる。昭和47年5月1日の倉敷市への編入合併を機に、早島神殿から茶屋町早沖へ改称した。旧地名の早島沖神殿を略したものである。平成24年9月末現在、全域が倉敷郵便局の集配担当区域にあたる、公的施設企業、商店廃止施設鉄道 JR 西日本バスした。 ンバス道路昭和22年4月の地方自治法施行以降の茶屋町長議会議長を記す。議長副議長茶屋町に関するカテゴリー。茶屋町に関するカテゴリー。茶屋町早起きに関するカテゴリー。ありがとうございます。